君のような残業代稼ぎのダメ社員は会社に必要ない。すぐに退職するように。新社長の藤井陽平から冷たい言葉を浴びせられ、僕は動揺を隠せなかった。なんとか説明しようと試みた。社長、それは誤解です。実際のところデータ処理の業務が僕一人に集中していて、どうしても時間がかかってしまうんです。属人化を解消するために他の社員にも教えたいと考えているんですが。しかしその瞬間、石川が間に割って入り、僕の言葉を否定した。社長、彼はただ言い訳をしているだけです。業務の効率が悪いから残業が多いんです。社長は石川の言葉を信じ、再度冷たく命じた。話は終わりだ。今すぐに退職手続きを進めるように。翌日、スマートフォンが鳴り響いた。画面には社長藤井陽平の名前が表示されていた。嫌な予感がして電話には出なかったが、数分後には玄関のチャイムが鳴った。ドアを開けると、そこには陽平が立っていた。和正君、頼む、助けてくれ。僕の名前は佐藤和正。人前に出るのが苦手で、黙々と自分の仕事に取り組むのが得意なタイプだ。生まれ育った町は小さな地方として、特別なことは何もない場所だった。だがそこでの生活は僕にとって大切な思い出が詰まっている。中学生になったばかりの頃、家族にとって大切な柱だった父を事故で失った。その日を境に僕の世界は一変した。父の存在は僕にとって絶対的なものだっただけに、その喪失は想像を絶するものであり、大きなショックを受けた僕は次第に自宅に引きこもりがちになってしまった。部屋に閉じこもっていると、父との思い出が次々とよみがえる。あの笑顔、あの声、そして自分を信じて頑張るだけという父の言葉、それらが心を支えてくれた。しかしそれでも日常生活は続く。母は僕を何とか立ち直らせようと根気強く話しかけてくれた。和真さん、お父さんの言葉を忘れないで。コツコツ頑張ることが大事なんだから。母のその言葉に少しずつ前を向く決意を固めた。学校には通えなくなっていたが、自宅での勉強は怠らなかった。コツコツと積み重ねることが自分にできる唯一の父への恩返しだと思ったからだ。父の教えを胸に、毎日少しずつだが努力を重ねた。こうして僕の中学時代は静かに、しかし確実に進んでいった。高校生になった僕は母の許可を得て、父が残したパソコンを引き継ぐことになった。父が大切にしていたそのパソコンは僕にとって新しい世界への扉となった。初めてキーボードを叩いた時の感触、スクリーンに映し出されるコードの数々、全てが新鮮で心を奪われた。寝食を惜しんでプログラミングの勉強に没頭する日々が始まった。学校の授業が終わると急いで帰宅し、パソコンの前に座り続けた。毎晩遅くまでコードを書き、エラーに悩まされながらも、その過程が楽しかった。自分の手で何かを作り出す喜びを初めて感じた瞬間だった。ある日、母が夕食の席でぽつりと言った。和真さ、エンジニアって知ってる？突然の問いかけに驚いて顔を上げた。エンジニア？そう、コンピューターを使って仕事をする人たちのことよ。和正みたいにコンピューターが好きな人にはぴったりの仕事かもしれないわ。その言葉に大きく勇気づけられた。父の教えを守り、自分を信じてコツコツと努力することが未来への道を切り開くと信じてきてよかったと思えた。そしてエンジニアという新たな目標が明確になっていった。高校生活はほとんどパソコンと向き合って過ごした。友達と遊ぶことも少なく、学校のイベントにもあまり興味を持てなかった。ただひたすらにプログラミングに打ち込む日々、それが僕にとっての青春だった。人との交流は苦手だったが、パソコンの前にいる時だけは
自分が生き生きと感じられた。父の残したパソコンは僕にとって宝物であり、父からの最後の贈り物だった。ある日、母がふとした瞬間に言った。カズマさん、あなた、お父さんに似てきたわね。科目で一つのことに集中するところがそっくりよ。その言葉を聞いて、少しだけ誇らしい気持ちになった。父のように立派な人間になりたいという思いがさらに強くなった。高校を卒業した後、工業系の大学に進学した。プログラミングの世界に没頭し、知識を深める毎日は充実していた。しかし、卒業を控えた時期になっても、具体的に挑戦したい仕事が見つからなかった。プログラミングは好きだが、それをどう生かすべきかが分からなかったのだ。カズマさん、卒業後はどうするつもりなの？母の問いかけに正直に答えた。まだはっきりとは決めてないんだ。プログラミングは好きだけど、エンジニアにもいろいろな分野があるし、どの道に進むべきか迷ってるんだ。母は静かにうなずき、優しく言った。それなら無理に決めなくてもいいと思うわ。お父さんも最初はいろいろな仕事を経験して自分に合った道を見つけたんだから。カズマさも焦らず自分に合った仕事を見つけるといいわ。その言葉に少しだけ心が軽くなった。興味のない仕事に従事していいのか、自分の道を見つけるためにはどうすればいいのか、母と何度も話し合いを重ねた。母の支えがあったからこそ自分のペースで進むことができた。ある日、思いがけない訪問者があった。ドアを開けると、そこには父が生前勤めていた会社の社長、藤井康夫さんが立っていた。母が招き入れると、藤井さんは懐かしそうに家の中を見回した。カズマサ君、久しぶりだね。お父さんが亡くなってからもずっと頑張っていると聞いているよ。藤井さんは優しい笑顔でそう言った。少し緊張しながらも頭を下げた。ありがとうございます。母が席を進めると、藤井さんは腰を下ろし、母としばらく話し込んだ。話題は僕の将来のことに及んだ。カズマさん、これからどうするのか決めているの？母の問いかけに僕は正直に答えた。まだ迷ってるよ。プログラミングは好きなんだけど、具体的にどの道に進むべきか。藤井さんは静かにうなずき、考え込むようにしていた。そしてふと顔を上げ、僕に向かって言った。カズマサ君、うちの会社に来ないか？君のお父さんが勤めていた食品関係の小売業だ。エンジニアとしての道もいろいろあるけれど、君のような人材を必要としているんだ。その言葉に驚いた。父が勤めていた会社に入るという選択肢は今まで考えたこともなかった。しかし、父の恩師である藤井さんからの誘いは心に響くものがあった。ぜひ検討させていただきます。ありがとうございます。深くお辞儀をしながら答えた。母も優しい目で見守っていた。こうして新たな一歩を踏み出すきっかけが訪れたのだった。晴れて父が勤めていた食品関係の小売業の会社に入社した。しかし、陰気で内気な僕は最初のうちなかなか会社に馴染めなかった。社内の活気に圧倒され、どう接していいか分からず、黙々と自分の仕事に集中するしかなかった。佐藤君、君のお父さんには本当にお世話になったんだよ。そんなある日、先輩社員の一人が話しかけてきた。彼は父をよく知る同僚の一人で、親しみを込めて話しかけてくれた。君、父親にそっくりだな。寡黙だけど真面目で一生懸命なところが特にね。その言葉に少しだけ救われた気持ちになった。父の影を追い求めるようにして、自分にできることを一生懸命にこなしていこうと決意した。毎日コツコツと与えられた仕事をこなし、少しずつ業務の流れを覚えていった。はじめは戸惑いもあったが、周囲の助けを借りながら次第に仕事に慣れていった。カズマサ君、君最近頑張ってるね。上司からそう言われた時、少しだけ誇らしい気持ちになった。
努力が少しずつ認められている実感があった。やがて努力が評価され、周囲からも受け入れられるようになった。以前はなかなか声をかけてくれなかった同僚たちも徐々に話しかけてくれるようになった。少しずつだが会社に馴染んでいった。父の教えを胸に自分のペースで成長していった。そしてこれからも努力を続け、会社に貢献していこうと心に誓った。そんなある日、会社でシステム上の大きなトラブルが発生した。突然業務が滞り、社員たちは混乱に陥った。重要なデータがアクセス不能になり、会社全体が停止状態に陥ったのだ。システムがダウンしている。すぐに復旧作業に取り掛かれ。指示が飛び交う中、冷静に状況を把握しようとした。プログラミングの知識を総動員し、問題の原因を突き止めるために奔走した。カズマサ君、手伝ってくれるか？同僚の声が響く。無言でうなずき、パソコンに向かってキーボードを叩き続けた。エラーコードを解析し、システムの再構築を試みる。時間が経つにつれ、周囲の焦りが伝わってきたが、集中を切らさずに作業を続けた。数時間後、ついに問題の根源を突き止め、システムを復旧させることに成功した。やった！復旧したぞ！歓声が上がる中、静かに安堵の息をついた。周囲の視線が一斉に僕に向けられた。カズマサ君、本当にありがとう。君がいなければどうなっていたことか。皆が感謝の言葉を口にした。僕はただうなずくしかなかったが、その瞬間、自分の努力が報われたと感じた。この一件をきっかけに一目置かれる存在となった。システムトラブルを見事に解決したことで、同僚たちからの信頼も厚くなった。数年後、データ管理に関する重要な部署に配属された。ここでは全国の支店から集まる膨大なデータを一手に引き受ける役割を担うことになった。新しい部署に配属された僕を待っていたのは、石川という身勝手な上司だった。石川は自分の仕事を他人に押し付け、自分は楽をしていた。最初はその姿勢に戸惑ったが、黙々と与えられた仕事に取り組み続けた。佐藤君、このデータも君に任せるよ。頼むね。石川はそう言って、またもや大量のデータ処理を押し付けてきた。彼が自分の仕事を僕に任せることで、彼自身は楽をしていた。しかし僕はそれに屈することなく、自分の仕事に集中し続けた。夜遅くまでパソコンに向かい、膨大なデータを処理する日々が続いた。疲れ果てることもあったが、父の教えを胸にコツコツと努力を重ねた。その結果、次第に支店のデータをすべて処理する唯一の人物になっていった。カズマサ君、君がいなければどうにもならないよ。同僚たちからも感謝の言葉をもらうようになった。しかしその一方で、石川の態度は変わらなかった。彼は相変わらず自分の仕事を押し付け、楽をし続けた。石川さん、これ以上はちょっと。心配するな、佐藤君。君ならできるさ。その言葉に心の中でため息をついた。しかし僕は諦めず、自分の仕事に取り組み続けた。努力を続けることで、いつか状況が変わると信じていた。やがて僕の努力は周囲に認められるようになり、支店のデータすべてを処理する唯一の存在としての地位を確立していった。しかしその状況に次第に問題を感じ始めていた。僕一人がデータ処理を担当することで、業務の属人化が進んでしまっていたのだ。このままでは僕がいなくなった時に業務が回らなくなる可能性がある。石川さん、このままでは問題が起こるかもしれません。属人化を解消するために、他のメンバーにもデータ処理の方法を教えるべきです。ある日、石川に提案してみた。しかし石川は一生に伏していった。そんなこと心配するな、佐藤君。君がいれば大丈夫だ。わざわざ他の人に教える手間なんてかけなくていい。その言葉に落胆した。石川は自分の楽を優先し、問題を真剣に捉えていなかった。
しかし諦めるわけにはいかなかった。そこで部署の後輩である中村陽子に相談することにした。陽子さん、ちょっと相談があるんだけど時間あるかな。陽子は心よく応じてくれた。彼女は熱心で向上力のある若手社員だった。実はデータ処理の業務が僕一人に集中してしまっていて、このままだと問題が起こるかもしれないんだ。君に少しずつ教えていきたいんだけど、どうだろう。陽子は真剣に話を聞いてくれ、即座に了承してくれた。こうして陽子にデータ処理の方法を少しずつ教え始めた。しかしその矢先、大問題が発生した。社長が突然倒れたのだ。すぐに病院に運ばれたが、脳梗塞だと診断された。社長が倒れたって？社内は一気に混乱と不安に包まれた。業務の一部も滞り、暗い雰囲気が漂った。僕たちは一丸となって業務を続けるしかなかったが、心の中には大きな不安が広がっていた。社長が脳梗塞で倒れたという知らせは社内に衝撃を与えた。すぐに病院に搬送され、幸いにも命に別状はないとのことだったが、しばらくの間は業務に復帰できない状態だった。社内には混乱と不安が広がり、業務の一部も滞りがちになり、暗い雰囲気が漂った。どうなるんだろう。社長がいないと不安だな。社員たちの間には不安の声が漏れ始めた。そんな中、ある日突然、社長の息子である藤井陽平が会社に現れた。彼は異業種からやってきて、急遽新しい社長に就任することとなった。これからは私が社長を務めることになります。よろしくお願いします。陽平はその挨拶で始まり、業務改革に着手した。しかし彼の経営方針は効率ばかりを重視し、社員の気持ちを全く考慮しないものだった。このプロジェクト、効率が悪い。すぐに改善策を講じろ。彼の厳しい指示と冷徹な態度は社員たちの士気を下げるばかりだった。これまで温かい雰囲気で仕事をしてきた社員たちは次第に不安とストレスを抱えるようになった。しかし会社のためには彼の方針に従わざるを得なかった。新社長である藤井陽平は社員を細かく数値で評価し、実績だけを重視する方針を打ち出した。彼はすべての業務を数値化し、各社員のパフォーマンスを厳密に監視した。君の成績は基準に達していない。このままでは解雇だ。陽平は冷徹な言葉で社員たちに告げた。彼が設定した基準に満たない社員は容赦なく解雇され、会社の雰囲気は一気に険悪なものとなった。社員たちは次々と解雇され、残った社員たちは次第に不安とストレスを抱えるようになった。こんなやり方続けられないよ。社長に直訴しよう。耐えきれなくなった社員たちは陽平に直訴することを決意した。ある日、数人の代表が彼のオフィスに集まり意見を伝えた。社長、こんな評価基準では社員が疲弊してしまいます。少し見直していただけないでしょうか。しかし陽平は一切耳を貸さなかった。数字が全てだ。成果を出せない社員は会社に必要ない。以上だ。彼の冷淡な態度に社員たちはさらに失望した。社長の横暴に耐えきれず、多くの社員が自主退職することを選んだ。その結果、会社に残った社員の負担は大きくなっていった。業務は増える一方で人手が足りない状況が続いた。僕もその影響を強く感じていた。ある日、社長から僕に対しても厳しい言葉が投げかけられた。佐藤君、君は毎日遅くまで残業しているが、残業代稼ぎのために仕事を引き延ばしているのか。その言葉に驚き、反論しようとした。いえ、社長、それは違います。実はデータ処理の業務が僕一人に集中してしまっていて、どうしても時間がかかるんです。属人化を解消するために他の社員にも教えたいと考えています。真摯に事情を説明し、属人化の問題を解消したいと訴えた。しかし
その瞬間、石川が新社長と僕の間に割って入った。社長、彼はただ言い訳をしているだけです。実際業務の効率が悪いから残業が多いんです。石川はそう言って僕の言葉を否定した。社長は石川の言葉を信じ込んだ様子だった。君のような残業代稼ぎのダメ社員は会社に必要ない。すぐに退職するように。僕の心は沈んだ。誤解が解けないまま社長の冷たい言葉が突き刺さった。社長、どうかもう一度だけお話を聞いてください。僕は。話は終わりだ。今すぐに退職手続きを進めるように。社長の決定は覆らなかった。石川の妨害によって僕の努力と真意は伝わらず、残業代稼ぎのダメ社員という誤解を解くことはできなかった。結局辞職する覚悟を決めるしかなかった。自分の努力が認められないどころか、誤解されたままでいることに耐えきれなかった。中村さん、少し時間をもらえるかな。後輩の中村陽子に声をかけた。退職する前に少しでも多く業務の引き継ぎをしようと考えたからだ。中村は驚いた表情を浮かべながらもすぐに応じてくれた。和正さん、どうしたんですか。実は僕は会社を辞めることになったんだ。だから少しでもデータ処理のやり方を君に教えておきたいんだ。中村は驚きと困惑の表情を浮かべたが、すぐに理解してくれた。そして引き継ぎの準備を始めたその時、石川がオフィスに入ってきた。佐藤君、引き継ぎのことは心配しなくていい。あとは自分がやるから。石川はそう言って引き継ぎを妨害した。彼の意図は明白だった。僕が退職することでさらに自分が楽をするためだった。でも石川さん。いいんだ、君はもう必要ないんだから。石川の冷たい言葉に何も言い返せなかった。こうして引き継ぎができないまま10年近く勤めた会社を退職することになった。会社を去る日、オフィスのドアを閉めながら複雑な思いを抱えたまま、これまでの努力と時間が無駄になったような気持ちでいっぱいだった。退職した翌日、スマートフォンが鳴った。画面には新社長藤井陽平の名前が表示されていた。嫌な予感がして電話に出なかった。辞めたばかりの会社からの連絡などいい知らせであるはずがない。しかしそのまま放置しておくことはできなかった。数分後、玄関のチャイムが鳴り響いたのだ。ドアを開けるとそこには陽平が立っていた。佐藤君、頼む、助けてくれ。陽平の顔は疲れ切っており、その様子からただならぬ事態が起きていることが分かった。どうしたんですか。データ処理がうまくいかなくて、全ての支店が営業停止状態なんだ。君がいなくなってから誰もこの状況を解決できないんだ。陽平は焦りと不安を隠しきれずに訴えた。その瞬間、僕の心には複雑な思いが込み上げてきた。会社を去った身ではあったが、自分が長年勤めてきた場所が困難に直面しているのを見過ごすことはできなかった。わかりました、すぐに本社へ向かいましょう。陽平と共に本社へ向かうことを決意した。車に乗り込みながら再び会社のために力を尽くす覚悟を固めた。これまでの努力が無駄ではなかったことを証明するために。本社に到着し状況を確認してみると、事態は想像以上に深刻だった。システムが完全にダウンし、データ処理が滞ったことで全ての支店が営業停止状態に陥っていた。さらに調べると、石川が責任を放棄してとっくに逃げ出していることが判明した。石川さんに連絡を取ろうとしているんですが、全く応答がありません。中村陽子が焦った様子で報告してきた。深いため息をつきながら元同僚たちに事情を聞くことにした。皆さん、どのような状況になっているのか詳しく教えてください。元同僚たちは次々と状況を説明してくれた。システムのどの部分で問題が発生しているのか、データのどこに不具合があるのかが徐々に明らかになっていった。
カズマサ君、君がいないとやはりどうにもならないよ。元同僚たちの言葉に胸が熱くなった。会社を去る際の無念さが一瞬よぎったが、今は目の前の問題に集中するしかない。大丈夫です、すぐに対応します。まずシステム全体の状態を把握するためにログファイルを確認した。エラーメッセージや異常な動作の記録を精査し、問題の原因を特定することが最初のステップだった。エラーコード403、これはアクセス権限の問題ですね。陽子に指示を出しながら次々とエラーメッセージを解析していった。問題の根源はデータベースの権限設定にあった。石川がシステムの重要な部分を管理せずに放置していたことが原因だった。権限設定を修正します。陽子さん、サーバーの再起動を準備してください。陽子は即座に動き、サーバーの再起動準備を進めた。僕はデータベースの設定を修正し、正しい権限を再設定した。再起動します。陽子の声が響くと同時にシステムが再起動を始めた。数分間の緊張が走り、画面には再起動中のメッセージが表示された。やがてシステムが正常に立ち上がり、データベースへのアクセスが回復した。データベースに接続できました。次にデータの整合性を確認する作業に移った。各支店から送られてきたデータが正常に保存されているかを確認し、不整合がないかをチェックした。データに問題はありません、すべて正常です。確認が取れたところで支店との通信を再開する指示を出した。通信が復旧し、データの送受信が再開された。すべての支店に連絡してください、営業を再開できます。同僚たちが次々と支店に連絡を入れ、営業再開の準備を進めた。画面には正常に動作するシステムの表示が映し出され、僕たちはようやく安堵の表情を浮かべた。やった、これで大丈夫です。画面に映し出される正常なデータを確認し、ほっと一息ついた。すべての支店が営業を再開することができるようになった。佐藤君、本当にありがとう。傭兵も深く感謝の意を示してくれた。ただ静かにうなずき、再び自分の力が認めてもらえたことに安堵した。システムが復旧し、すべての支店が営業を再開することができた後、傭兵と元同僚たちに改めて属人化の問題点を解くことにした。社長、そして皆さん、今回の問題の根本的な原因は業務の属人化にあります。傭兵と元同僚たちは真剣な表情で聞いていた。実は今回の問題は僕自身にも責任があります。データ処理の業務が一人に集中してしまい、他の社員に十分に共有されていなかったことが原因です。このままではまた同じような問題が起きる可能性があります。そう言って属人化の具体的な問題点を詳細に説明した。まず業務が一人に集中すると、その人がいなくなった時に業務が止まってしまいます。また業務の効率も低下し、社員全体のスキル向上にもつながりません。具体的な事例を交えて説明を続けた。品目や原価の管理など複雑化した部分についても説明します。これらの業務は一人で抱え込むにはあまりにも多すぎます。関係する社員全員に情報を共有し、業務を分担することで属人化を解消することが重要です。傭兵は静かにうなずきながら話を聞いていた。佐藤君の言う通りだ。今回の件で属人化の問題がいかに深刻かを痛感した。これからは社員全員で協力して問題を解決していこう。傭兵の言葉に元同僚たちも賛同の意を示した。そうだね、これからはみんなで情報を共有し、協力して業務を進めよう。僕は安堵の表情を浮かべながら、関係する社員たちに具体的な方法を説明し始めた。まずはデータ処理の方法を全員で共有します。その後、品目や原価の管理についても分担し、各自が担当する業務を明確にしていきます。社員たちは真剣な表情で説明を聞き、すぐに実行に移す準備を始めた。傭兵は僕に対して深く頭を下げた。佐藤君、
君の努力を理解せずに退職を逃したこと、本当に申し訳なかった。君の力が必要だ。どうか会社に戻ってくれないか。傭兵の真摯な謝罪の言葉にしばしの間考えた後、静かにうなずいた。わかりました。会社のためにもう一度力を尽くします。こうして再び会社に復帰することとなった。復帰後、残ったトラブルに対応し、会社の立て直しに全力を注いだ。データ処理のシステムを見直し、属人化の問題を解決するために具体的な施策を実行に移した。社員たちは一致団結して業務に取り組み、少しずつ会社の状況は改善されていった。しかしその過程で驚くべき事実が判明した。逃げた石川が不正に手を染めていたのだ。石川は業務の一部を管理していた立場を悪用し、会社の資金を着服していた。さらにデータの改ざんを行い、事故の利益を最大化するために組織を裏切っていたのだ。石川さん、なんてことを。調査を進めると、石川が多額の資金を自分の口座に移し、会社の重要なデータを改ざんしていたことが明らかになった。彼の不正行為は会社の財政を大きく揺るがす深刻なものであった。これでは会社が立ち直るのも難しい状況だ。傭兵は即座に警察に相談することを決めた。警察は石川の所在を追跡し、数日後には逮捕に踏み切った。石川が逮捕されました。彼の不正行為が全て明るみに出ました。石川の裏切り行為が明らかになり、彼が法の裁きを受けることに誰もが満足していた。これで一つの問題が解決しましたね。深く息をつきながら次のステップに進む準備を整えた。会社の立て直しはまだまだ続くが、社員全員の努力と協力のおかげで少しずつ前進していることを実感していた。そんな中、脳梗塞で倒れていた社長藤井康夫さんが回復し、相談役として出社することになった。お父さん、無理はしないでください。傭兵が心配そうに声をかけるが、康夫さんは穏やかな笑顔で答えた。大丈夫だ傭兵、私はもう元気だよ。それよりも会社のことを詳しく教えてくれ。傭兵はトラブルの発生から解決までの経緯を細かく報告した。康夫さんは真剣な表情で話を聞き、時折うなずいていた。なるほど、そうだったのか。そして和正君が尽力してくれたんだね。康夫さんは僕に目を向け、深い感謝の意を示した。和正君、本当にありがとう。君がいなければ会社はどうなっていたかわからない。ただ頭を下げるしかなかった。ありがとうございます。会社を救うためにできることをしただけです。君のような社員がいてくれて本当に感謝している。ところで君のお父さんも同じように会社を支えてくれたんだよ。寡黙で真面目で、どんな困難にも立ち向かう強い意志を持っていた。君はお父さんに似て本当に立派だ。安尾さんの言葉に胸が熱くなった。ありがとうございます。父もきっと喜んでいると思います。安尾さんは優しく微笑んだ。君の父親は会社のために尽力してくれた。君も同じようにこれからも会社を支えてほしい。その後、安尾さんと傭兵は僕を石川に代わる部長に抜擢することを決定した。佐藤君、君にはこれからも会社のために尽力してもらいたい。石川の代わりに部長として頑張ってくれないか。傭兵の提案に驚きとともに誇らしい気持ちでいっぱいになった。ありがとうございます。精一杯頑張ります。こうして部長として新たな責任を担うことになった。傭兵からさらに後継者の育成も頼まれることになった。和正君、君には次の世代を育てる役割も期待している。後継者の育成にも力を入れてほしい。傭兵の言葉にしっかりとうなずいた。会社の未来を支える人材を育てることが自分の重要な役割の一つだと認識したからだ。もちろんです。全力で取り組みます。
さらに再び業務の属人化が発生しないよう常に目を光らせることも求められた。過去の教訓を生かし、業務の分担と情報の共有を徹底するよう努めた。皆さん、業務の進捗状況を共有し合い、問題があればすぐに報告してください。私たち全員で協力して進めていきましょう。この呼びかけに社員たちは積極的に応じてくれた。日常の業務だけでなく、困難な課題にも全員が一丸となって取り組む姿勢が見られるようになった。和正には多くの社員から様々な相談が寄せられるようになった。新人からベテランまで誰もが気軽に相談できる存在として信頼を得ていった。和正くん、ちょっと相談したいことがあるんだけど。和正さん、このプロジェクトについて意見を聞かせてください。社員たちの声に応えることで僕自身も成長を感じることができた。そしてその結果、暗かった社内の雰囲気は次第に明るくなっていった。社員たちの表情にも笑顔が増え、チーム全体の士気が向上していった。部長として活動する中で、会社は次第に一つにまとまり始めた。社員たちは協力し合い、業務の属人化を防ぎながら、新たな挑戦に向かって努力を続けていた。和正くんのおかげで、みんなが一丸となっているね。傭兵がそう言うと、相談役の安尾さんも満足そうに微笑んだ。そうだな。和正くんを中心に会社が一つになっている。この様子を見ると本当に嬉しいよ。安尾さんは少し懐かしそうな表情で続けた。実は和正くんのお父さんも同じようにみんなの中心的存在だったんだ。君のように周りの人々を引きつける力があった。安尾さんの言葉で父が会社でどれほど大切な存在だったかを改めて実感した。和正くんのお父さんから学ばせてもらったことは本当に多いんだ。彼の姿勢や仕事に対する姿勢は今でも私たちにとって大きな財産だよ。安尾さんは目を細め、父との思い出を振り返るように話した。僕はその言葉を聞きながら、父への感謝の気持ちとともに自分がその後を継ぐことができたことに誇りを感じた。ありがとうございます。父もきっと喜んでいると思います。安尾さんは優しくうなずき、僕の肩に手を置いた。君のお父さんが築いた基盤を君がしっかりと引き継いでくれている。これからも頑張ってくれ。力強くうなずいた。父が残した遺産を受け継ぎ、さらに発展させるためにこれからも全力を尽くしていくことを誓った。こうしてどうやら僕を中心に会社が一つになり、相談役も満足そうにその様子を見守っていた。亡き父を評価してもらえたことが僕にとって何よりも嬉しいことだった。僕を中心に進められた業務の改善は着実に成果を上げ、業務の属人化をはじめとする社内の多くの問題が解消された。社員たちの協力によって会社全体の効率も向上し、雰囲気も大きく改善された。ある日、社内の会議室で表彰式が開かれることになった。多くの社員が集まり、傭兵が壇上に立った。皆さん、今日は特別な日です。我が社の発展に大きく貢献してくれた和正君を表彰したいと思います。傭兵の言葉に続いて僕が呼ばれ壇上に上がった。壇上から見る社員たちの顔はどれも誇らしげで温かい表情だった。和正君、君の努力と献身に感謝しています。君のおかげで会社は新たなステージに進むことができました。傭兵は表彰状を手渡し、僕は深くお辞儀をした。ありがとうございます。マイクを手に取り、感謝の言葉を述べた。この賞は社員みんなで獲得したものだと思います。私一人の力ではなく、皆さんの協力があってこその成果です。これからも共に努力し、会社をさらに発展させていきましょう。謙虚な言葉に社員たちは一斉に拍手を送ってくれた。その拍手は次第に盛大なものとなり、会場全体が温かい雰囲気に包まれた。和正くん、ありがとう。これからも一緒に頑張ろう。社員たちの声援が次々と上がり、胸に込み上げる感動を抑えながら深く頭を下げた。
会社が一丸となって前進していることを実感する瞬間だった。問題点を解消した会社はさらに規模を大きくしていった。業務の効率化と社員の協力により業績は向上し、会社は新たな成長の段階に入っていた。ある日、傭兵が社員たちに向けて大きな発表を行った。皆さん、我が社はさらに成長し、海外への進出も視野に入れています。この新たな挑戦に向けて新プロジェクトを立ち上げることを決定しました。その言葉に社員たちは一斉にざわめき立った。海外進出という大きな目標に向けて会社全体が興奮と期待に包まれた。そしてこの新プロジェクトの旗振り役には和正君を任命します。傭兵の発表に驚きと同時に大きな責任を感じた。社員たちの視線が一斉に僕に向けられた。和正君、君のこれまでの努力と成果を踏まえ、この重要な役割を任せることにしました。期待しているよ。傭兵の言葉にしっかりとうなずいた。ありがとうございます。精一杯頑張ります。新プロジェクトの旗振り役として責任を持って仕事に取り組むことを心に誓った。海外進出という大きな挑戦に対して全力で取り込む決意を固めた。皆さん、共に新たな挑戦に向けて努力しましょう。このプロジェクトを必ず成功させます。社員たちは僕の言葉に力強く応え、プロジェクトの成功に向けて一丸となって動き出した。こうして海外進出に関わる新プロジェクトの旗振り役として新たな責任を担うことになった。会社の未来を切り開くため全力で取り組む決意を新たにし、必ず成功させようと心に誓った。新プロジェクトの旗振り役として任命された夜、静かに自分の部屋で過去を振り返っていた。内気で引っ込み思案だった自分が今こうして会社の重要な役割を担っていることに、何とも言えない感慨深さを感じていた。ある日、父が言ってくれた。自分を信じて頑張るだけ、という言葉。それを胸に刻み、ここまで来ることができた。父の教えを守り、自分を信じて努力し続けたことで道が開けたのだと心から思う。そして信頼できる仲間にも巡り会えたことは、僕にとって大きな財産だ。共に困難を乗り越え協力し合う仲間たちの存在が何よりも大切だと感じている。これからもみんなで力を合わせて頑張り続けよう。心の中でそう誓った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。こいつ、高校1年の頃は俺のパシリ君だったんだぜ。高校卒業後の数合わせで参加した合コンで、同級生の司は俺をそんな風に紹介した。それがまるで武勇伝のように語る同級生に、俺はため息をつく。二次会に行くぞと言ってきたが、俺がそれを断ると、お前、この俺が誘ってやってるんだぞと腕を無理やり掴んできた。その瞬間、入れ墨がゴリゴリに入った男性が高級車から降りてきて、司に言い放った。おいクソガキ、若に何してんだ。司はその後とんでもないことに。俺の名前は藤田徹。黒縁眼鏡をかけて前髪で表情を隠すようにしている、いわゆる陰キャと呼ばれる存在の男子高校生だ。俺が育った家は地元でも有名な特殊な家庭だ。いわゆるあの子とは遊んじゃダメと言われてしまうような家で育った俺には、小学生中学生時代には友達と呼べる存在が一切いなかった。そうなった原因は父と実家のせいだった。小学生時代には地元のサッカーのクラブチームの練習見学をたまたま見かけて眺めていると、君も入るかとそのコーチが誘ってくれた。それにうなずき練習に入ろうとすると、
コーチ、こいつはダメだよ。そうだよ、トールとは遊んじゃダメだって俺の母ちゃん言ってた。こいつとは関わっちゃダメって言われたもん。と散々言われ、挙句見学に来ていた親からも、この子が入るならうちの子は別のチームに移します、何かに巻き込まれてからでは遅いですから、と言っている姿を見てしまった。つまり俺はこの地域では嫌われ者なのだ。こんなこともあり、俺は父のことが大嫌いだった。今では口もあまり聞いていない。中学時代は俺が廊下を歩いているだけでビビられてしまって、同級生たちとも全く会話ができず、楽しくない学校生活だった。だから高校受験の時に俺はわざわざ遠くの高校を進学先に選んだ。俺を誰も知らない環境でやり直したいと思ったのだ。片道3時間近くかかるが、必ず実家から通うことを条件に許してもらったので、こればかりは仕方ない。そして学校生活をやり直し、高校生活を謳歌するんだと、俺は明るい未来しか想像していなかった。しかし、その明るい未来は早々に打ち砕かれた。入学式の後、俺はすぐに熱を出してしまい、休んでしまった。次に学校に来れたのは、入学式から約1週間後のことで、クラスに入ると、その間にある程度すでに仲良しグループができてしまっている状態だった。しかもこの高校は、この周辺の中学からの入学者が圧倒的に多いらしく、入学してからすぐに休んでしまった俺に、すでに出来上がっているグループに入る余地はなかったので、クラスで孤立状態となった。完全に高校デビューができずに終わってしまったのだ。夢が打ち砕かれた俺は、もう夢を見ずにおとなしくしていようと思った。一人でいることなんて慣れてるし、ここでは3年我慢すればいいだけだ。普通にしていれば俺が目立つことはないだろうし、もともと陰キャだから今まで通り生活すればいいだけだ、と思うようにした。しかし現状俺には2つ問題があった。1つ目の問題は、同じ中学卒業で地元も一緒の立花美玲が同じクラスで隣の席ということだ。美玲とは中学時代に同じクラスになったことはないが、俺は地元では有名人だったので、きっと俺の家のことは美玲も知っているはずだ。いつかそのことをクラスで暴露されたらという恐怖しかない。実はこの高校は全国でも珍しいデザイナーコースというのがあり、理数系、文系を選ぶように2年からデザイナーコースを選択することができる。このコースではこれまで有名なデザイナーを何人か輩出しており、それが目当てで入学してくる子も多いらしい。ミレイはどうやらこの学校のデザイナーコース志望で入学しており、たまたま1年で同じクラス、隣の席となってしまったのだった。入学式の後でのクラス紹介で隣の席にいるミレイに気づいた俺は、慌てて彼女に話しかけた。立花さん。藤田くん、同じ中学だったよね、とニコリと笑うミレイは可愛かった。だけどやはり俺が同じ中学だということは気づいているようだ。あの俺の家のことを知ってると思うけど、ここでは。ああ、もちろん言わないよ。え？ミレイのあっけらかんとした返事に少し戸惑ってしまった。だって別に言う必要ないしね。安心して、私口は固い方だから。そう言って頼もしくうなずいてくれたのだった。それから彼女は何かと気にかけてくれ、
俺たちはそこまで親しくはないが、たまに話す程度の仲になった。ちなみにミレイは高校近くで下宿しているそうだ。それは素直に羨ましい。そしてもう一つの問題、それは。おいトール、ジュース買ってこいよ。そう言ってきたのはクラスメイトの木頭司。こいつはそこそこイケメンで成績優秀、スポーツもできるし、クラスでも学年でもカースト1位の存在だ。俺はこいつに使いパシリのようなことをさせられている。何が理由かはわからないが、ある日突然そう言われた。まあ一回くらいならと買ってきてやったのが悪かったのか、こいつはことあるごとにこんなことをしてくる。さすがに腹が立って断ったことがあるが、言うこと聞けよと腹にパンチを入れられた。俺の実家を知っていたら絶対にしてこない対応に、俺は痛みよりも驚きが勝ってしまい、目を見開いてしまった。いいから買ってこいと重ねる司に、これ以上逆らったら面倒なことになると判断した俺は言うことを聞くことにした。正直使い走りくらいはどうってことはない。変に逆らって逆に目立ちたくないからだ。目立ってしまえば俺の実家のことが知られるかもしれないしな、とも思うが、やっぱり使い走りにされるのは若干イラッとしてしまうのが問題だ。けれどこの2つの問題は1年の間に解決した。2年になると俺は文系コース、ミレイはデザイナーコース、司は理系コースを選んだので、同じクラスになることがなかったのだ。ミレイは結局俺の実家のことは言わないままだったし、俺は文系コースでも陰キャを極めていたので、誰からも話しかけられることがなく、無事に高校を卒業することとなった。俺は実家の仕事を継ぎたくなかったし、家を出たかったので、高卒で早々に就職することにした。本を読むことが好きだった本業界や印刷業に興味があったので、印刷会社に入社。高校卒業と同時に家を出て、そのまま現在も一人暮らしをしている。高校卒業から約5年後、俺は同じ印刷会社で日々仕事をしていた。そんなある日、職場の先輩、佐藤さんから、トール、俺の代わりに合コンに行ってくれないか?と突然言われた。は?俺は自分がこんな声が出るのかと思い知らされるくらいの変な声が出た。実は今週末に合コンがあるんだけどさ、彼女にそれがバレちゃって行けなくなったんだよ。佐藤さん、彼女さんがいるのに合コンはまずいですよ。つい出来心で、誘われたからには行きたいなって思ったわけだよ。しかも相手がなんかすごい仕事で成功している女子たちらしいし、できればお近づきになりたいなって思うじゃん。そうですか。彼女がいるのにこの発想になるのがすごいな。まあ俺は彼女いない歴イコール年齢なので、そんな気持ちはわからないのだが。すると佐藤さんがちらりとこっちを見てきた。頼む、俺の代わりに参加してくれ。いやいや無理ですよ。今回は主催者がそのうちの一人の女子を狙っての合コンだから、俺は人数合わせの参加の予定だったんだ。人数合わせに参加するだけでいいから、頼む。佐藤さんと俺は年齢が大して変わらないので、それも込みでの頼みらしい。俺も散々断ったのだが、佐藤さんはそれを上回る勢いで頼み込んできた。ついに
俺の方が折れて、俺は人数合わせの合コンに参加することになったのだった。合コン場所はなぜか俺の地元の飲食店だった。またなんでここなんだ？とは思ったが、引き受けた以上は合コンには行かねばならないという変な使命感が俺の中で生まれていた。ふとそこで実家から最近母の体調が優れないのでたまには帰ってきてほしいという連絡を受けたのを思い出した。相変わらず実家は嫌いなので、俺は一人暮らしを始めてからめったに実家には帰っていなかった。ちょうど合コンとはいえ実家の近くに行くし、合コンが終わったら実家に寄るか。そう考えて俺はとある人にそのことを伝えることにした。そして合コン当日、佐藤さんから教えてもらった集合場所に行くと、なんとそこには司の姿があった。トール、なんでお前がこんなところにいるんだよ。俺の存在に気がついた司が開口一番そう叫んできた。佐藤さんから主催者は司という男性だとは聞いていたけど、まさか同級生の司がいるなんて予想外すぎる。佐藤さんの代わりに来たんだけど。はあ？まさか佐藤の代わりってお前かよ。佐藤さんは職場の先輩で、今日代わってくれって言われたから。だからってなんでお前なんだよとブツブツと何か言っているが、気にしないようにしよう。すると司がおもむろに俺に、おいトール、今日の合コンは俺がミレイを誘いに誘ってやっと実現した合コンなんだよ。ミレイは俺が狙ってんだから邪魔すんなよと言ってきた。聞けば司はミレイのことを高校の時から狙っていたらしい。今回はあらゆる手を回してやっとミレイを合コンに誘うことができたそうだ。執念がすごいな。同じ中学だったからってお前がミレイと親しくしてたのは忘れてないからな。絶対俺の邪魔をするなよとまで言ってきたのだが、俺は高一の頃言うほど彼女と親しくした覚えはない。たまに話す程度だっただけだ。ちなみに俺と司以外の参加者、山本くんは司の友人らしい。しかしただ数合わせに参加させられているだけで、司に参加費とは別にお金をもらっているそうだ。今回の合コンに司は相当力を入れていることがよくわかった。合コン場所の店に到着すると、本当にミレイたち女子3人がいて、お待たせと司が声をかけながら近づく。すると俺はミレイと目が合った。トール、久しぶりだね。ああ、久しぶり。5年ぶりに会うミレイはとても綺麗になっていて胸が高鳴った。高校の時はどちらかというと可愛い系だったが、大人になったからか美人系に変わっていた。店に入るとすぐにみんなが席に着き合コンが開始。今日は女子男子それぞれ3対3の合コンだ。全員で乾杯をしてから自己紹介をして、すぐに司は俺の方を指さして、こいつ高校1年の頃は俺のパシリ君だったんだぜと、なぜかパシリにしていたことを武勇伝のように語ってきた。見た目もあの頃と全然変わってないし、ずっと陰キャなんだよ。確かに見た目から陰キャ君って感じ。ミレイ以外の女子2人がクスクスと俺をバカにしたような笑いが聞こえる。まあ実際に俺は高校時代から陰キャだし、相変わらず以前からずっと黒縁メガネと前髪を下ろすスタイルを続けている。服装も
そんな気合いの入った服装ではない。逆に司はすごく気合いの入った服装だよな。金のネックレスとかつけてるし。司は大学を卒業して起業準備中と自己紹介をしていたが、こっそり山本くんが教えてくれた情報によると、成績が足りず留年してまだ大学生らしい。ミレイはデザイナーとして活動しており、他の女子はアパレル店の店員だそうだ。ミレイ狙いと言っていただけあって、司は自分の武勇伝らしい話をしては、ミレイの方をちらちらと見ている。しかし、当の本人のミレイは全く楽しくなさそうに、ずっとジュースを少しずつ飲んでいた。雰囲気だけで楽しんでいないのが伝わってくる。ひたすら司が俺をバカにして、そのままコースの2時間が終わり、店を出た俺たち。初めての合コンだったけど、逆に面白いくらい楽しくなかったな。司たちは、よし、2次会に行くぞと盛り上がっているが、合コン本番には出たんだし、二次会はもういいだろう。よし、このまま実家に母さんの様子を見に行くか。と、俺が離れようとすると。おい、パシリのトール、二次会に行くぞ。と、司が言ってきたので。いや、俺、この後用事があるから行けないよ。と断った。はあ？この俺が誘ってやってるのに、それ以上の用事なんかないだろうが。なぜか腕をぐいっと強く引っ張られ、ミレイがお前が来るなら行くって言ってんだよ。いいから来い。と言ってきた。ミレイがなんでそんなことを？と思ったが、俺には母さんを見に行くという重要な用事がある。悪いけど、どうしても外せない用事がある。と言おうとしたところで、おいガキへ、ととても低いドスの効いた声が聞こえた。声の主に顔を向けると、そこには見るからにヤクザな人たちが5人ほどいた。全員黒スーツに身を包み、スキンヘッドの人は服の間から入れ墨が見えるし、黒のサングラスの人は頬に傷がある。何してんだ。その方の腕を離せ。先頭の黒のサングラスに頬に傷がある人に突然そう言われた司は顔面蒼白になり、慌てて俺の腕から手を離した。あのクソガキが調子乗ってんじゃねえぞ。すると5人が揃って俺の方へ向き、わか、お迎えに参りました。と言った。5人も来なくてよかったのに。でも来てくれてありがとう。いえ、若が来られると聞けば、俺たちはどこでも行きますぜ。若？司が腰を抜かしてその場に座り込む。司がこうなるのも無理はない。俺は先ほど呼ばれた通り、若と呼ばれる存在だ。俺の実家は地元では有名な極道藤組の本家だ。現在俺の父親が藤組の組長だ。そして俺はその息子なので若と呼ばれる立場にある。俺が生まれた頃にはすでに父親が組長をしていたので、地元では俺の立場が有名だった。おかげで小学校中学校はヤクザの家の息子と避けられたし、友達ができなかった。だから俺のことを知らない高校まで通ったのだ。司が知らなかったことを見ると、やはり遠くの高校に行って正解だったなと今更ながら思ったのだ。おいクソガキ、若が行かないって言ってんだから無理に連れて行こうとすんじゃねえ。だいたい
若は今から大切な用事があるんだよ。邪魔すんな。スキンヘッドに黒スーツという組随一のこわもてで知られる花山さんから低い声で怒鳴られた司はプルプルと震える小鹿のようになっていて、そのまま立てなくなっていた。周りを見渡せばやじ馬ができており、合コンに参加していたはずの女子2名と山本くんの姿はなかった。どうやらこの騒ぎに紛れて逃げたらしい。若、参りましょうか。うん、そうだね。若頭の川田さんに声をかけられ、俺は車の方に向かう。いわゆる黒塗りの高級車だ。とそこで、あ、ミレイ様も乗られますか？よろしければお送りしますよ。とミレイに声をかけ、いいんですか？助かる。と言い、返事をしているミレイの声がした。俺は全然気がつかなかったが、あの騒ぎの間、ずっとミレイはそこにいたらしい。え、ミレイそこにいたの？トール、ひどくない？ずっといたよ。いや、こんなヤクザな人たちが現れたから、さすがに逃げたかと。慣れてるから大丈夫よ。富士組の皆さん優しいし。どうやらミレイはヤクザが怖くないみたいだ。俺はミレイと後部座席に二人で並んで座ることになった。ミレイは組員たちと話が盛り上がっている。正直俺よりも組員と仲がいいのではと思ってしまう。ミレイはうちによく来てるのかと聞くと、実は私の服をトールのお母様がよく買ってくださるの。その縁でトールのご実家に呼んでもらうこともあったから、富士組の皆さんには優しくしてもらっているのよ。と言われた。ミレイからの言葉に驚く。母とミレイの意外な交流に驚くばかりだ。ミレイ様は最近ご人気のデザイナーさんですから、姉さんが前ほど頻繁に会えなくて寂しいと言ってましたよ。私もなかなか富士組に顔を出せなくて寂しいです。今から行くなら私も行っていいですか？もちろんです。姉さんも喜びますよ。このやりとりを聞く限り、ミレイと富士組のみんなは本当にいい関係らしい。そしてそのまま俺とミレイはそのまま俺の実家に向かうことになった。知らなくて悪いんだけど、ミレイってそんなに有名なんだ。まあ男の人からしてみたら知らなくて当たり前だと思うよ。私も最近やっといろいろ任せてもらえるようになったばっかりだし。トール、アイドルの月山坂45って知らない？え、もちろん知ってるよ。今めっちゃ人気だし、何度かメンバーの写真集の印刷がうちの会社でやってるし。月山坂45は今国内で一番と言ってもいいくらいの人気女性アイドルグループだ。それこそ若い人はみんな知っていると思う。メンバーはもちろん全員可愛いので、写真集なんかを出したら爆発的ヒットは当たり前。1年に一度はグループ全員での写真集も発売している。実はその写真集の印刷はうちの会社がしているので、うちの売り上げにも貢献してくれているので、俺自身もひっそりと応援していた。その写真集でメンバーが着てる服、デザインしたの私なの。え？ミレイはニコッと笑った。あと、あの子たちの制服デザインとかもしてるし、ちょっと前にリメイっていうブランドも作って、来年のパリコレに出ることが決まってるのよ。もちろん私がデザインする服でね。すごい。俺からしてみたら縁がなさすぎる話だが、
自分のブランドを作って、しかもパリコレに出るなんて本の世界みたいだ。ミレイは夢を叶えているんだな。すごいよ。自分のしたいことをやってるだけだよ。照れたようにミレイが言う。自分のしたいことをやっているだけか。トールだって今の仕事は自分でやりたくて選んだんでしょ？え？うん。本が好きだった影響で印刷会社に就職したんだよ。それだってちゃんと自分でしたいことをしてるよね。だって本当なら今はトールだって藤組の次期組長になってるんじゃないかな。確かに順当にいけばこのまま俺が藤組の次期組長だ。しかし俺は喧嘩もそこまで強くないし、組長になんてなりたくなかったから今の仕事をしている。将来の道筋があるのにそれを選ばずに自分の道を進んでるんだからかっこいいと思うよ。となぜかそんなところもミレイは褒めてくれた。それにずっと目立たないように陰キャを貫いたのもすごいと思う。職場でもその格好でしょ？と笑うミレイに思わず、なんでそれを？と言ってしまった。確かに俺は高卒からずっと同じような服装で過ごしている。この約5年間、ミレイとは会っていないのに、なぜ俺がこの姿で仕事をしていることを知っているんだ。実はちょっと前にトールの印刷会社に挨拶に行ったことがあるんだ。え？いつもお世話になってるしさ、たまには挨拶に行こうかって話になってね。やっぱり印刷会社によってすり上がりの状態も違うんだよ。それで言ったらトールのところはやっぱり一番綺麗に印刷してくれると思う。そうかな。そこでたまたま働いてるトールを見たんだけど、一生懸命働いてて仕事に打ち込んでる姿を見てかっこいいなーなんて思ったし。一気に俺の顔が赤くなった。今まで陰キャで友人のいなかった俺は、こんなストレートな褒め言葉に慣れているわけがないのだ。若、顔が真っ赤ですね。いいっすね、青春って感じっす。ミレイ様、よかったら若と付き合ってやってください。ミレイ様が彼女なら、組長も姉さんも喜ぶと思いますよ。川田たちに散々冷やかされたので、後であいつらには説教をすることにした。さらに体調が優れないと言っていた母は、ただ食べ過ぎによる胃もたれだったそうで、早々に実家を出たのだった。それから数ヶ月後、あの日の最後にミレイと改めて連絡先を交換し、俺たちは交流が続いていた。そして、やっぱり自分をちゃんと持っているトールが好き、と告白されたのだ。その頃には俺も何にでも一生懸命取り組み、たとえ失敗しても笑顔で前向きに頑張るミレイにどんどん惹かれていた。ミレイからの告白を受けて、俺もそれに返事をして、俺たちは正式に交際をすることに。いつも笑顔の絶えないミレイだが、ある日浮かない顔をしていた。何かあったのか？実は司からしつこく連絡が来てて。詳しく聞くと、あの合コンの後からずっと、ミレイのことが好きだ、俺と付き合ってほしい、などのメールが毎日届いているそうだ。他に好きな人がいるから無理、と返事したこともあったらしいが、そんなやつより絶対に俺の方がミレイを幸せにできる、と諦めずに LINE やメールを送ってくるらしい。たまに電話もかかってきて、電話でも同じ内容を言われるので、最近はすべて無視を貫いているとのことだが、いつまでこれが続くのかな、
と、ミレイはうんざりした顔をしていた。俺としても、これ以上司がミレイにつきまとうのは、どうにかして止めさせたいとは思っていた。ある日、俺とミレイは、とあるカフェに入って話をしていた。そこで俺は、トイレに行きたくなり、席を立って戻ると、ミレイが誰かに絡まれていた。だから、しつこいよ。私には彼氏ができたんだって。だから、そんなやつより俺の方がいいって。な？俺と付き合ってくれよ。高校の時からお前が好きだったんだ。よく見れば、ミレイに絡んでいる男は司だった。なんでこんな場所にいるんだ？という驚きで、俺は固まってしまった。その気持ちは嬉しいけど、司より彼氏の方が絶対私を幸せにしてくれるから。嬉しいならいいじゃん。そうだ、今からデートにでも行こうぜ。最近人気のデザイナーのミレイが彼女なんだって自慢させてくれよ。そこで司はミレイの腕をいつかの合コンの日のように掴んだ。その瞬間、俺は急いで席まで向かい、司の肩に手を置いた。俺の彼女に何してんの？慌てたように振り向く司に、俺はニコッと笑ってやる。お前誰だよ？見てわからないかもしれないけど、トールだよ。は？あの陰キャのトール？そんなわけないだろ。ミレイがスタイリングしてくれたんだ。どうだ、似合うか？実はミレイと交際を始めてから、俺の服はデザイナーの彼女が選んでくれるようになっていた。服のデザイナーだけあって、ミレイのスタイリングは素晴らしく、職場でも大好評だ。ついでに髪型も変えてコンタクトにするようにした。ミレイ曰く、こっちの方が絶対に似合うから、だそうだ。最近はなぜか道を歩いていると芸能事務所からスカウトされることも多くなった。言っとくけど、俺とミレイは付き合ってるから、これ以上ミレイに連絡するなら、俺の実家の人たちにまた来てもらおうか。この前の恐怖を思い出したのか、司が再び顔面蒼白となり、嫌だと走って逃げていってしまった。トール、ありがとう。かっこよかった。いや、最後は実家のことに頼った感じになっちゃったし。十分だよ。これであいつももう連絡してこないと思うし。嬉しそうにはしゃぐミレイの姿を見て、俺は笑うのだった。その後、司はミレイに振られた悔しさなのか、当てつけなのかはわからないが、不特定多数の女性に手を出しまくった。その中には、実は家庭を持っている既婚者と不倫関係になったり、極道関係の妻や彼女たちにも手を出してしまい、とてつもない泥沼に発展したとのこと。司にはとてつもない高額な慰謝料を請求されているらしく、借金をして返済するつもりで借りた先がまさかの闇金で、莫大な利子がついてしまった。大学はもちろん退学させられ、朝から晩まで働き詰めのようだとミレイが風の噂で聞いたと言っていた。どうやら大学でも俺のようなやつを探してはパシリにしていたらしく、助けを求めても誰も手を差し伸べてくれなかったそうだ。俺たちはあれからも交際を続け、来月には結婚式をする予定だ。司に絡まれるミレイを見てから、これからは俺がちゃんとミレイのことを守っていきたいと思ったのだ。俺の実家は若頭の川田が組長を引き継ぐことになり、俺は現在も印刷会社に勤めている。両親は俺に継いでほしいと思っていたそうだが、俺がやっぱり継ぎたくない、自分の生き方は自分で決める
と言ってからは、それがお前の考えならいいと無理に継がせようとはしなかった。俺のその決断をミレイは、自分のやりたいことをやったらいいよと言ってくれた。決まった未来は楽だけど、きっと後からこうじゃなかったという後悔が大きくなるかもしれない。そんな後悔をするくらいなら、周りから反対されても自分のやりたいことならそれを貫いていくべきだと思う。自分の人生を決めるのは自分だけだからだ。これからもたくさん悩むことはあるだろうけど、後悔をする選択よりも自分のやりたいことを選択していこうと思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。おい、これは俺のデザインだろうが。高卒の無能が言いがかりやめろよ。それともなんだ？俺に嫉妬してんのか？見苦しいやつだな。お金だけじゃなくて心も貧しいんだな、お前は。後輩社員が懸命に作ったロゴのデザインをまるで自分が作ったかのように応募した同僚。ダメだ、撤回しろ。そう言っても彼には全く響かない。俺の警告を聞き入れようとしない。何度も止めたのだが、結局そのデザインがコンペで本採用されてしまった。ただ数日後、お前なんであのこと言わなかったんだ。ボロボロになった同僚がロゴをパクったことを後悔していたのだ。そしてそれがあの事件の始まりに過ぎなかったなんて、やつは思いもしなかっただろう。俺は山本レオ。これといって特徴のない24歳の男、平社員だ。勤めているのはデザイン会社。高校を卒業してすぐに就職し、もう6年になる。最初は戸惑っていた仕事も、先輩社員や社長が親身になって教えてくれたおかげで、なんとかなった。2年目からは後輩ができ、逆に仕事を教えることで、さらにうまく回せるようになっていった。おかげで社内での評価はそれなりに高い。後輩も皆俺を慕ってくれているようだ。そんな俺の仕事は、周りに一人嫌な奴がいるだけで概ね充実していた。その嫌な奴というのは同僚の海野浩二という男だ。彼は俺の同期だが、大学を卒業してから入社しているので年上だ。あまり大学については詳しくないのだが、そんな俺でも名前を聞いたことがあるくらい有名な私立大学を出ている。そのことが奴のプライドなのか知らないが、海野はとにかく有名私大卒という肩書きを鼻にかけ、高卒である俺を見下している。態度も上から目線。最初は同期だから仲良くしようと思ったのだが、彼はそんなことは考えていないようだった。俺も次第に諦め、呼ぶときは海野さんとさん付けのまま。距離は縮まらず、縮める気すらなく、他人行儀が続いていた。最初の1年は、無論俺も海野も一番下の後輩だ。だから彼の嫌な部分に関しては俺だけが我慢していた。というのも、やつは先輩や上司、会社の執行役や取締役らにはへいこらしているのだ。いくら俺に高圧的な態度をとっている時でも、上の人たちが現れた途端に愛想よく挨拶し、優しそうな笑顔になる。非常に気に入られており、社員としても社会人としても高く評価されているようだ。最初はそんな海野のことが大きな大きなストレスになっていたのだが、半年も経てば慣れてしまい、気がつけばもはや気に留めることもなくなっていた。2年目になると、俺たちにも後輩ができた。
新入社員の吉村樹里は後輩だが年齢は俺と同じだった。彼女が俺たちの課に入ると海野の横暴さは俺以外にも波及、輪をかけてひどくなった。まさに誰もが思い浮かべるような嫌な先輩と化したのである。後輩なんて先輩の役に立ってこそ価値がある。毎日のようにその決め台詞を吉村さんに言い続ける。おとなしい性格の彼女は何も言わないが、見るからに疲弊し心が憔悴していた。それでも海野は何も気にしなかった。1年、2年、3年と時間が経つにつれ、彼の邪智暴虐さには拍車がかかった。最近では自分の仕事を彼女に押し付けたり、超短納期の仕事を突然振ったりしている。もはややりたい放題だ。見かねた俺はよく吉村さんの仕事を一緒になって片付けている。俺とて暇なわけではないが、毎日昼休みを犠牲に捧げ、かつ日付が変わる時間まで残業する彼女の姿などとても見ていられなかった。最近では海野の残忍さは態度だけではなくなった。仕事を終えられなかった吉村さんにはそれはそれはひどい暴言が浴びせられる。横で聞いている俺まで萎縮して泣きたくなる始末である。先輩や上の人がいるときは優しいのだが、俺たち三人だけになると先日のありさまだ。物腰の静かな彼女は海野に反抗することなどできない。やつもそれを分かってやっているのだ。俺には自分の中で自分を高く上げられる格好の餌を見つけ、楽しんでいるようにしか見えなかった。そんなある日、会社の上層部からメールが入った。かなり大きなイベントで使うロゴデザインのコンペが開催されるとのことだ。お前らもちろん応募するよな。やけにやる気満々の海野。イベントの規模が大きいため、ここで目立てば出世も期待できる。マンモスのように巨大な自尊心を持つ海野が盛り上がるのも不思議ではない。はい、私は応募しようと思ってます。山本は？俺は今回はいいかな。そうか。海野は少しにやりと笑い続けた。ならお前のデザインを参考にさせろよ。え？何を言い出すかと思えば、要するに自分の出世に手を貸せと言いたいのだろう。しかし俺には海野に差し伸べてやるような手はない。そんなに出世したきゃ自分で何とかするがよい。お断り。俺には俺の仕事があるのでね。自分で応募するんだから海野さんの仕事だろう。あのな、チームで協力してやろうって。普段他の人間に対して一方的に仕事を押し付ける海野さんが言う？それはちょっと虫が良すぎるんじゃないかな。それとも高卒平社員の助けが必要かい？くっ、お前覚えてろよ。俺がいろいろと言うと海野は大げさな足音を鳴らしながら去った。少し言い過ぎただろうか、そう心配していた俺に隣の席の吉村さんから声がかかった。あの山本先輩？ん？今回のコンペに応募するデザインのアドバイスなんていただけたらなと思いまして。いつもよりも高いトーンの声で彼女は言う。もちろんアドバイスならいくらでもするよ。ありがとうございます。じゃあ今日の午後一にでも打ち合わせしようか。はい、では紹介日室を取っておきますね。会議室？ここじゃダメなの？ここだとその海野さんが。ああ、そういうこと。確かにここで吉村さんのデザインに協力していたら、やつが何を言うかわからない。彼女の言う通り会議室で話すのが良いだろうな。ではすいませんがよろしくお願いします。うん、了解。気のせいだろうか、この時の吉村さんはどこか落ち着かない様子であった。昼の打ち合わせで
デザインの方向性をある程度絞った俺と吉村さん。過去のデザインが載った資料を大量に引っ張り出し、机の上に富士山も驚くようなファイルの山を作り上げた。おかげで結局海野に見つかってしまったわけだが。おーおー、やってるね。お帰りですか？当たり前だ、もう定時過ぎたからな。そう言われて時計を見ると18時10分を指している。夢中になりすぎて時間を忘れてしまっていたようだ。吉村さんも時計を見て驚いた顔をした。残業なんてしちゃってさ、お前らがいくら頑張ったって意味ないのに。どういう意味？会話はしているが、俺の目線は資料に向いている。決まってんだろ、高卒のお前らが必死こいたって大卒の俺には届かねえっての。ちょうどファイルの最後のページを見終わり、パタンと表紙を閉めた。あのな、それと同時に海野に言い返さんと立ち上がろうとした。ポンと膝に右手を置いた時、その右手に吉村さんの手が重ねられた。彼女は小さく首を横に振っている。海野からは俺の背中で見えていないだろう。なんだよ。いいえ、何でもございませんよ。お疲れ様でした。け、高卒が調子乗んな。関係ないだろ。そう心の中でぼやくも、俺はやはり資料に集中。背後ではイライラした様子の海野が帰り支度をしている。キーボードを叩く音から彼が今どんな感情を抱いているのかが伺えた。お疲れ様です。吉村さんが挨拶するも、海野は無視して事務所を後にする。ブツブツと小声で文句を垂れながら歩いていた。ドアが閉まる直前、彼はまた高卒のくせにとそうつぶやいた。それからしばらく経って、いよいよコンペの結果が発表される日になった。俺自身が応募したわけではないのだが、激しく緊張していた。あれだけ頑張ったんだ。吉村さんのデザインが採用されますようにと俺は祈る。あと5分か。発表は今日の午前10時。ホームページ上での発表に加え、採用されたものにはメールが届くらしい。吉村さんは俺の隣でメールボックスの更新ボタンを定期的に押している。発表までは何も届かないと分かっているが、まあいても立ってもいられないのだろう。お、来たぞ、メールが来た。え？採用メールが来たと左隣で騒ぐ海野。まさか本当に海野のデザインが？そう疑いながら彼のパソコンを覗いた。確かに、あなたのデザインを採用させていただく運びとなりましたとの文章が目に入る。慌ててイベントのホームページを見た。新着情報の欄にイベントロゴコンペ結果発表のお知らせとある。その記事をクリックし、数秒の読み込み時間を経てページが表示された。長々と説明の文章が続いている。下へ下へとスクロールするとサンプル画像が掲載されていた。やるじゃないか海野、こんなでかいイベントのロゴに採用されるとは大したもんだな。ありがとうございます先輩方。海野が感謝を述べると先輩らは去っていった。結果発表があるとのことで、仕事の合間を縫って見に来ていた彼らは自分の持ち場へ戻ったのだった。ほらどうだ山本、吉村、俺のデザインが採用されたぞ。ねえ海野さん、これってさ。そのロゴには見覚えがあった。吉村さんと試行錯誤する中で候補の一つとして挙げていたものに酷似しているのだ。すなわち海野のやったことは盗作だよね。そう指摘する俺の横で吉村さんは涙目になっていた。当然のことだ。必死に考えたロゴが
勝手に他人名義でコンペに応募され、しかも採用されたとなれば、その悔しさは計り知れない。まさかこれを本採用してもらうわけじゃないだろうな。あ？してもらうに決まってんだろ。これは俺のデザインだ。いや、これは吉村さんのものだろ。うるせえよ。おい、本当にやめとけって。俺の忠告も虚しく、海野は採用メールへの返信を意気揚々と入力している。ダメだ、撤回しろ。全く警告を聞き入れようとしない。おい山本、高卒の無能が言いがかりやめろよ。それともなんだ、俺に嫉妬してんのか。見苦しいやつだな。俺のことを嘲笑いながらメールの送信をクリック。これで海野とイベント運営との契約が果たされてしまった。採用が確定すると、海野は邪悪な微笑みを浮かべて俺に言った。出世するには頭を使うことも必要なんだよ。それにお前らが応募したところで経歴で落とされんに決まってんだろ。むしろ日の目を見ることのなかったデザインをこうして有名にしてやったんだ。感謝してほしいぐらいだぜ。なあ吉村よ。おい、もうやめろよ。このままでは吉村さんが本格的に泣き出してしまう。わかった、海野さんがそれでいいならいい。ただし忠告はしたからな。どうなっても知らないぞ、と俺はその意味も込めて最終警告をした。そんなことなどつゆ知らず、海野はヘラヘラと笑っている。高卒の言うことなんて誰も信じやしねえって。何のために俺が媚び売ってたかわかるか。こういう時のためだよ。ああ、逆だったか。俺は海野は基本的にへりくだった人間で、高卒の俺や吉村さんには例外的に上から目線なのだと思っていた。しかしどうやらそれは勘違いだったみたいだ。あんた、やっとチャンスがやってきたのに逃すわけねえだろ。こっちが海野浩二という男の本性なのだろう。そうですか、なら好きにしたらいい。これ以上は何を言っても無駄だ、そう判断し、もう辞退させることは諦めた。相手が折れたのだと錯覚した海野は下り顔で事務所を出た。各所に報告しに行くのだろう。そんな彼を見送りながら俺は大きくため息をついた。その数日後、うちのホームページがネット上で大炎上していた。 SNS では大量にリンクが共有され、おおむね批判的なコメントで埋め尽くされている。 YouTube などのサイトでもこの件に関する動画が投稿されていた。そのすべてはイベントのロゴが盗作ではないかとの疑惑に関してである。海野が応募し採用されたロゴはとある個人作家のものと酷似していたのだ。有名とまでは言い難いが、コアなファンが多いハンドメイド作家だという。その作家が個人経営している店のロゴだ。怒ったファンたちが拡散を続けたことでメディアにも届き、今やお祭り状態だ。うちのサーバーが落ちるのではないかと心配になるほど、ホームページへのアクセスが集中している。またその目的で良くない方法を使ってサーバーに負荷をかけている者もいるだろう。海野くん、世間では君のデザインが盗作ではないかと言われているようだけど、どうなの？俺と吉村さん、そして海野が岡井美香社長に呼び出された。今回の件に関して洗いざらい話すことになるだろう。盗作だなんて決してそのようなことはございません。そうなら、デザインの設計思想を聞かせてくれる？設計思想？コンペのテーマがふるさとでしたので、里という漢字を使って、そのデザインの理由を聞かれると途端にあたふたしだす海野。今回のロゴに関しては当然彼に設計思想などない。なぜならそもそも
ほとんど設計していないのだから。山本くん、吉村くん、次は君たちの話を聞くよ。このロゴは君らが作ったものなのか？はい。これは私と山本さんが作ったものです。おーい、吉村、嘘！この後に及んでまだ認めようとしない往生際の悪い男。海野くん、今は二人に話を聞いてるの。そんな彼を岡井社長は一喝した。私には社用パソコンのデータを見る権利があります。調べればすぐわかることです。数秒間沈黙した。岡井社長は海野、俺、吉村さんを順番に見つめる。緊張はするが何も恐れることはない。俺も吉村さんも間違ったことはしていないのだから。ついに耐えかねたのか、海野が震えながら涙を流し始めた。やっと折れてくれたのか。この時の俺はそう思っていた。すいません、私は二人からデータを盗み、少し手を加えて応募しました。そう、海野くん、自分の口から言ってくれて助かった。しかし社長、普段あれだけ高圧的で傲慢な態度の海野とは思えない形相。目には大粒の雫が光り、表情筋を歪ませてさらに言い訳を塗り重ねていく。確かに私は二人からデータを盗みました。でもその大元を作ったのは二人です。ならなんとかという個人作家のロゴを盗作したのはこの二人ではないですか。呆れた男だ。まさかあえて自分の罪を認めた上でこちらに火種を投げてくるとは。岡井社長の目線がこちらに向いた。しかし今度もひるむことはない。岡井社長、ご覧いただきたいインスタの投稿があるのですが、よろしいでしょうか。吉村さんは震えながらそう告げた。ええ、インスタだ。こんな時に何よ。お黙りなさい。また社長に一喝され、海野はおとなしくなった。それと並行して吉村さんは携帯をポチポチと操作し、その投稿を表示、画面を社長に見せた。これは、画面にはこう記されている。この度お騒がせしている当店のロゴに関して、表題と日時が続き、その下に本文がある。当店のロゴはデザイン会社に所属している私の妹が作成したものです。一連の騒動に関して妹からは以下のように報告を受けております。 1. 無許可でロゴを使用された。 2. コンペのテーマがふるさとであったため、当店のロゴを参考例の一つとして挙げていた。 3. 当該ロゴの応募に関しては一切関与していない。その後にはさらに詳細な説明が続き、文末には次のように書かれていた。吉村麻里。つまりこのロゴは私の姉の店で使っているものです。ジュリという私の名前と麻里という姉の名前に共通する里の字を使ったデザインです。今回のコンペで参考にと思っていたのですが、それを、海野さんが。吉村さんは海野がデザインを盗んだと知ったとき、すぐにお姉さんに連絡していた。大事になるだろうと予想していたお姉さん、吉村麻里さんは2つのロゴが酷似していると言われ始めて、すぐにホームページに説明をあげた。しかし、イベントの規模が大きいため、ロゴの話題はすぐにメディアデビュー。ホームページでの説明が霞むほどの速度で拡散され、今の大炎上に至る。この2つのロゴ似てないか？そのようにつぶやいた SNS のアカウントがある。メディアに出る前、インターネット上での火種となったその投稿をしたのは、LEO@designer、レオ。レオ、すなわち俺だ。
そうと知った海野は、お前同期を売るなんてなんてことしてくれたんだと怒り心頭である。俺が何もしなくたっていずれどこかでバレてたでしょうよ。早めに自分のやったことを告白してみたら、言い渡される損害賠償額が減るかもしれないよ。山本、お前、ついに怒りが爆発した海野は、俺につかみかかろうとしてきた。その海野の腕を岡井社長ががっしり掴んで、3度目の一喝をした。海野！社長の声で海野は意気消沈。その場で膝から崩れ落ち、再び涙を落とした。海野の暴挙と発言が決定打となり、岡井社長は何が事実かの判断を下したようだ。俺も吉村さんもこれで一安心だ。なんで？おえつまじりに海野は言う。なんで高卒のお前らばっかり。海野が卒業した有名私大学というのは芸術大学だ。そもそも芸術大学に入れるのだから、その分野に関してすごい能力を持っているはずだ。しかし彼は卒業までの間、独創性がないと指摘され続けたという。高卒の俺や吉村さんが既成の概念にとらわれず、自由でのびのびとしたデザインをし評価されていることが妬ましかったのだと彼は語る。本音を吐露した海野。ならば俺も彼の芸術に関して思っていたことを話そう。海野さん、俺は海野さんの知識の豊富さを素直に尊敬していました。ただの感覚じゃなく、きちんと理論立ててデザインしていくところは俺には真似できませんし。山本、私も海野さんのまっすぐでぶれない正確なデザインが好きで、その尊敬していました。吉村さんにも抱えた思いがあったようだ。ねえ海野さん、俺たちがもっと協力して、あなたが言ったようにチームでやろうって言える関係性なら。感覚だけでデザインされたものでないロゴ、理論だけでデザインされたものでないロゴ、心と知識の両面から構成されたロゴであれば、一緒に仕事ができたなら俺たちはもっと高みへ行けたかもしれないね。だからこそ俺と吉村さんのデザインを少しいじったものがコンペで採用されたのだ。皮肉にも3人で作ったことになるあのロゴが大きく評価された。こんな形ではなく最初から協力していれば。嫌いだという理由で彼を突き放したことを俺は少し後悔した。涙を流す3人に向かって、今度は岡井社長が声をかけた。私はね、海野くん、君の迷いない仕事ぶりに期待してたの。でもこんなことになるなんて残念だわ。社長、山本、吉村、俺はなんてバカなことを。愚行を犯した自分を責めず、尊敬や期待を語った俺たちを見て、自分のしたことを強く後悔した様子だった。しかしだからといってこれにて一件落着とはならない。未だ燃え盛る炎は消えず、放置すればうちの信用に関わる。海野くん。岡井社長は海野に退職を促したのであった。吉村樹里さんの姉、吉村麻里さんは人気のある個人ハンドメイド作家だ。アクセサリーや日用小物まで多くの作品を手掛けている。ロゴや台紙、ショップカードのデザインは樹里さんが高校生の時から担当していたという。麻里さんはインスタや YouTube などで継続的にライブ配信を行い、販促活動に勤しんでいる。
そんな彼女のもとに中傷コメントが送られるようになった。ブロックしてもアカウントを変え、執拗に繰り返してくるのだとか。まだ警察への相談はしていないようだが、俺にもジュリさんにも心当たりがあった。吉村麻里さんに中傷コメントを送ってるの海野さんでしょ。だったら何だってんだよ。電話口の海野からはかつての威圧感もプライドも感じられなかった。ろれつが回っておらず、おそらく酒に酔っているのだろうとわかる。なんでそんなことするのさ。俺にはな、山本、デザインしかなかったんだ。デザインが好きで、ガキの頃からそればっかやってきた。だがどうだ、俺はもうデザインの仕事はできねえ。もう全部どうだっていいのさ。自暴自棄になってうさばらし。さしずめそんなところだろう。後悔してんだ、何もかも。だからって他人に当たるのは違うだろ。ま、事情は分かった、また連絡する。電話を切り、今聞いた話をジュリさん経由でマリさんに報告した。マリさんは海野がきちんと反省して謝罪してくれれば被害届は出さないという。心療内科やカウンセリングに通い、自分と向き合ってほしいそうだ。それと姉は海野さんにお店を手伝ってほしいそうです。店を？はい、これから店舗を拡大していくみたいで、デザインのことが分かる人員を探してるって。そのうちデザイン自体も任せるかもとも。そっか。マリさんの話を整理し、俺はまた海野に電話した。相変わらず覇気のない声をしていた。しかしそれも俺の報告を聞くと幾分かマシになった。それはどういう。言った通りだよ。マリさんが海野さんにショップ店員として、ゆくゆくはデザイン者として一緒に働いてほしいとさ。けど俺はあの人にとんでもないことした。なのになんで。ああ、確かに海野さんのしたことはひどいさ。だったらなおさら話に乗って罪滅ぼしをしたらどうだい。返事がない。今後のことを頭の中で思考しているのだろう。しかし答えは見つからなかったようである。俺はどうしたらいいのかな。さあね、まだデザインをやりたいならやればいいさ。俺から話せることは話した。あとは海野さんがマリさんに連絡するかしないかだ。例のコンペはやり直しになり、見事ジュリさんのデザインが採用された。大きなコンペを勝ち抜いたため彼女は大忙し。以前とは異なり、嬉しい理由で大変そうであった。俺は俺で別の大きい仕事を勝ち取り、事務所は活気に満ち溢れていた。それが少し落ち着いた頃、岡井社長から俺たちにさらに大きいプロジェクトの話が舞い込んだ。誰もが耳にしたことのある某大企業の案件であり、願ってもない申し出だった。二人で協力していいもの作ってね。そう含みのある言い方をする社長、失礼ながら余計なお世話である。あの一件以来、俺とジュリさんの仲は少しだけ進んだ。まだ数回食事した程度だが、ともかく俺はこの仕事が成功したら彼女に好意を伝えようと思っていた。これは後で知ったことだが、この時のジュリさんも同じことを考えていたようだ。さらに数ヶ月が経過、マリさんから都内でポップアップストアを開くとの連絡があった。あれ、海野さんじゃん。本当ですね。ジュリさんと共にストアを見に行くと、そこで元気に働く彼の姿があった。こんにちは。わざとらしく強調して挨拶すると、掃除をしていた海野が振り向く。おう、
山本に吉村じゃないか。なんだお前たち、ついに付き合ったのか。余計なことを言うな。茶番のような会話を経て三人して笑った。その時海野の顔は晴れやかだった。まるで人が変わったようだ。ありがとな山本、吉村。突然すんと真面目な顔になり、海野は俺たちに礼の言葉を放つ。俺がデザインを盗んだ時、お前たちは俺を責めるだけじゃなく認めてくれた。それだけじゃない、更生の機会もくれたし、マリさんも紹介してくれた。優しく仏のような微笑みで続ける。イベントに関わった人たち、特に二人にはすまないことをしたな。本当に申し訳なかった。俺たちに謝罪し、海野は頭を下げた。ジュリさんと顔を見合い、うなずいた。頭を上げない海野さん。過ぎたことは仕方ない。これからは必死にマリさんのもとで頑張れよ。そう言いかけたのだが、俺の言葉は奥から聞こえた声によって遮られた。海野くん、こっちの掃除まだ？はい、今行きます。じゃあお前も頑張るよ山本。すれ違いざま右肘でこづいてきた。その時の海野は岡井社長と同じく含みのある声色だった。だから余計なお世話だっての。海野が生き生きと働く姿を見て、俺もジュリさんも安心した。彼が盗作をしたと知ったあの時、俺は必死に海野を止めた。それは盗作をしたことに対する怒りではなかった。芸術大学を出た彼の能力を、才能を評価していたからこそ、残念で仕方なかったのだ。まあもう大丈夫だ。すっきりした海野の顔を見て、俺たちは確信した。もう彼が道を間違えることはないだろう。そう信じながら、俺たちは俺たちの道を進むことにしよう。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。っていうか、あんたいつまでこの本社にいるの？席もなくて本社の中走り回ってるだけなのに、高卒のあんたに本社で席なんてないわよ。社長室のドアを開けると、なんとそこにいたのは訳あって今不在の社長の椅子に座ってふんぞり返った課長の加藤さんだった。ハーバード大学を卒業したことを鼻にかけ、いつものように俺を見下してくる。いや、加藤さんが座ってるその椅子が俺の椅子なんだけど。はあ？何バカなこと言ってんの？本社が慌ただしすぎておかしくなっちゃった？いや、だから加藤さんの座ってるその社長の椅子、俺の椅子なんだ。どいてくれる？このあと、真実を知った彼女は社長室の床にへたり込むことになる。そして、人生のどん底に突き落とされるのだった。俺の名前は岩田光輝。俺が生まれてすぐに父親と母親が離婚して母子家庭で育ってきた。とはいえ両親は別にものすごいドロドロの喧嘩の末に別れたわけではなく、いわゆる価値観の相違ってやつで別れただけなので、そんなに関係性は悪くなかった。離婚の後も父親は俺の養育費を毎月払い続けてくれたし、俺と父親は定期的に会っている。父親は仕事熱心な人で、俺が中学に上がる頃からは仕事の話をいろいろ聞かせてくれた。父親のご馳走してくれる少し豪華な食事を食べながら、会社っていろんなことが起こるものだなぁと幼心に思ったものだ。それと同時に社会に出ることへの憧れのようなものも育っていったのだった。そしていつの間にか人生の決断をするときには父親に相談するようになっていた。俺にとって父親は
少し離れたところから俺のことを見守ってくれる人という頼もしい存在だった。俺は高卒で商社に勤め始めたのだが、大学に進学するかしないかを決めるときにも、もちろん父親に相談した。俺にはその時はまだ特に大学で勉強したい内容がなかった。そのことを父親に話すと、父親はまず社会に出ることを勧めてくれた。父親自身、中卒で働いてたくさんの仕事を経験した後に大学に行った人だったからだろう。大学の本当の楽しさがわかるのは、社会で働いて自分に必要なのは何なのか、自分が何を勉強したらスキルアップになるのか分かるようになってからだぞ、とアドバイスしてくれたのだ。それに大学の学費は安いものでもない。何を学びたいかはっきりしない時に行くのはもったいない。いつか大学に行きたくなったら、その時には父親が学費を出してくれるというありがたい申し出ももらって、俺はとりあえず社会に出てみることにしたのだった。就職した商社では、まず地元の支社に配属された。この支社はとても雰囲気が良くて、慣れない業務をこなせずに毎日遅くまで残業はしていたものの、人間関係に苦労することは全然なかった。まだ俺も10代で体力もあったので、円滑な人間関係の中での残業なんて部活をやっているようなもので、そんなに辛くもなかった。毎日覚えることや学ぶことがいっぱいで、刺激的な日々が続き、社会人生活のスタートはとても充実していた。大学に行っていたら、なんとなく流されて過ごしていたのかもしれないと思うと、父親のアドバイスに従ってよかったなと心から思うのだった。仕事をしているうちに学びたいことは次から次へと出てきた。例えば、うちの会社は商社だから、しばしば海外との取引も発生する。そうすると、英語をもっと勉強したいなと思ったり、フランス語や中国語など、英語以外の言語も勉強したいという思いになったりする。また、俺は今は営業をやっているから、そんなに会社全体の経営に関わることはないけれど、自分の会社のみならず、取引先の会社の決算書だって、先々は読めるようになりたい。それを考えると、経理や経営学についても勉強したいなと思う。とにかく、勉強したいことがたくさん出てきて、仕事が早く終わった日には、本屋で買った入門書を読んだりして過ごした。そんな充実した日々を過ごしているうちに、俺の社会人生活も6年目を迎えた。その年、一人の女性社員が入社してきた。名前は加藤あやみさん。何でも帰国子女とのことで、あのハーバード大学を卒業してきたらしい。しかも親の職業が外交官と翻訳家と来ている。当然、商社にはなくてはならない存在のバイリンガルだ。いわゆるインテリお嬢様ってところだろう。加藤さんは事前の噂通り優秀だったが、いつも何かに焦っているような雰囲気だった。できて当然というレッテルを知らないうちに自分で自分に貼っているようだ。周りの社員に対しても見かけ上は丁寧に接しているのだが、その口調のどこかで相手を見下しているような何かが隠れている気がして、俺は少し警戒していた。俺の警戒は的中して、初めは俺に対しても普通に接してきていた加藤さんがある日激減した。それは俺が母子家庭で高卒であることを知った日だった。それまで普通に話していた加藤さんの目が突然冷たくなり、え、母子家庭なんですか？しかも高卒？よくこの会社に入れましたね。コネか何か？と言ってきたのだ。ハーバードだろうがバイリンガルだろうが、加藤さんは俺にとっては後輩の女の子だ。後輩の女の子相手にあんまり怒るのも先輩らしくないかなと思い、適当に受け流してその場はやり過ごしたが、先輩である俺によくそこまで言えるなと思ったものだった。
その一件の後、加藤さんは語学能力と交渉の強さが買われて、すぐに本社へ異動になった。もちろん、俺の中にいい印象は残らなかったが、そんなこと加藤さんは気にも留めていないだろう。加藤さんが本社に異動になると、俺の勤める支社には再び平和が戻ってきた。いい人間関係の中で毎日仕事をする。この頃になると仕事にも慣れてきて残業の回数も減ってきた。そろそろ通信でもいいから大学に行きたいな。それとも夜間大学なら仕事をしながらでも通えるかなと思っていたので、本社への移動の打診が何度も来ていたけれど、それは断り続けていた。が、入社10年目になった頃、ついに本社への移動を断りきれなくなってしまった。入社から10年間、俺を育ててくれた支社のみんなに別れを告げると、高校卒業から今までの楽しかったことや辛かったことを思い出し、少しうるっと来てしまった。死者のみんなも泣いてくれていて、本当にいい環境だったなぁとしみじみする。死者での送別会も終わり、本社への移動の前日、俺は父親と食事に行った。父親は少し会わない間にだいぶ痩せてしまっていた。大きな病気があるわけではないとのことだったけど、もう年だしなぁと心配になってしまう。そして、ここで俺は父親からあるお願いをされたのだったが、この内容はもう少し後で話すことにしよう。翌日、本社初日、まずは挨拶回りから始める。本社中のいくつもある部署を一通り回って、みんなと親睦を深めた。そして最後に気が重いながらも、課長になっていた加藤さんのところにも挨拶に行った。あら、あなた本社に来たの？母子家庭の高卒に本社で何ができるっていうのかしら。いやいや加藤課長、どうぞお手柔らかにお願いしますよ。まあせいぜい頑張ることだわ。加藤さんは10年近く会わない間にさらにトゲトゲしさを増していた。男性社員の多いこの会社で肩肘張ってやってきた中で苦労もあったんだろうが、他人をバカにするってのはどうなんだ。ため息を一つつく。加藤さんの何が困るって、高卒とか母子家庭とか、人の本質じゃないことで一括りにされてバカにされているのが心外だった。母子家庭に育とうが、高校までしか卒業してなかろうが、そんなことは俺の価値には一切関係ないはずなのに、加藤さんは俺の本質を何も見てくれてないんだ。俺が10年この会社で頑張っていることも、この会社で学んできたことも。幸い、俺は特殊な部署だったので、加藤さんとはそうそう顔を合わせることはなかったが、会議などで少しでも会うと、なんだかんだで突っかかってきた。あら、岩田じゃない。今日の会議、高卒に理解できたわけ？いや、できたに決まってるじゃないか。というか、今日の会議資料は俺が作成したのだが。岩田、本社にまだいたの？とっくに支社に出戻ったか、子会社出向でもしてるかと思ったわ。いや、俺は本社でするべきミッションがあって来たんだから、そんな簡単に支社に戻ったりしないんだがな。実際にはいちいち言い返したりはしなかったが、心の中ではいつも突っ込んでいた。ある日、加藤さんの部署へ用事ができて部署に行った時だった。山本、あんた何なのこの英訳。こんな書類、取引先に出せるわけないじゃない。すみません、加藤課長。私、英語で資料を作るのは初めてで。加藤さんは、自分の部署の女性社員を正座させて怒鳴りつけていたのだ。加藤さん、やりすぎですよ、これは。俺は慌てて二人に近寄ると、正座させられていた女性社員を立ち上がらせた。正座はダメ、正座は。彼女、泣きそうになってるじゃないか。俺が加藤さんをたしなめると、加藤さんは俺が渡す予定の書類をひったくるように取り上げた。この子が無能なのがいけないのよ。腹立たしそうに言って、
俺から奪い取った書類を自分のデスクに投げるように置く。ありがとうございます。怒られていた女性社員が俺にお礼を言ってきたが、加藤さんは俺らには目もくれずにデスクに戻っていった。部署の他のみんなも加藤さんの様子を伺いながら仕事をしていて、雰囲気がいいとはとても言えない。あんまり怒鳴るなよ。加藤さんに念押ししたが、加藤さんは肩をすくめただけだった。本社で社内をあちこち飛び回る日々が半年くらい続いた頃だった。社長から社長室に呼ばれ、ついに来たかとネクタイを締め直す。それから洗面所で全身チェックをして、靴も軽く磨いて、深呼吸をしてから社長室に向かう。社長室のドアを開けると、なんとそこにいたのは、脇の椅子に座ってふんぞり返った加藤さんだった。加藤さん、何してるんだ？あら、岩田こそこんなところに何の用？いや、社長に呼ばれてきたんだよ。加藤さんこそ何の用だよ。っていうか、あんたいつまでこの本社にいるの？席もなくて本社の中走り回ってるだけなのに、高卒のあんたに本社で席なんてないわよ。いや、加藤さんが座ってるその椅子が俺の椅子なんだけど。はあ？何バカなこと言ってんの？本社が合わなさすぎておかしくなっちゃった？いや、だから加藤さんの座ってるその椅子、専務の俺の椅子なんだ。どいてくれる？あんたが専務なわけないじゃない。何言ってんのよ。若干加藤さんがうろたえたところに社長が入ってくる。加藤くん、何やって遊んでるんだね。専務の岩田くんに用事かね。社長？この岩田、岩田さんが本当に専務？もう今日からは専務ではない。岩田くんが社長だよ。ゆっくりと社長。いや、これからは会長であり、元社長の田上譲さんが言った。そう、俺は半年前、専務としてこの本社に移動してきた。そして今日社長室に呼び出されたのは、社長への昇格辞令を受け取るためだったのだ。そして、田上譲さんというのは俺の父親である。親が離婚しているため名字は違うものの、れっきとした俺の父親なんだ。父親は母親のお腹に俺がいた時にこの会社を立ち上げた。しかも母親に黙って会社を作って、その会社を立ち上げるや否や、今度は母親に相談もなく大学にも通い始めたんだそうだ。俺が生まれた後も家庭のことや子育ては顧みずに仕事と大学に専念して、そんな父親に呆れた母親は離婚を申し出た。とにかく仕事のことも大学のことも自分には相談すらしてもらえなかったのが一番きつかったらしい。離婚してからはますます仕事一筋でやってきた父親だったが、最近体の調子が思わしくない。幸い大きな病気は見つかっていないが、長い間の無理がたたって小さな不調があちこちに出てきている。そこでそろそろ第一線から退き、俺に会社を引き継ぎたいと言い出したのだ。それに応えるべく、俺は社長の業務見習いをしながら、この半年、本社の中を駆け回っていたというわけだった。もともと、いつかは社長を継ぐつもりで入社していたから、ある程度の覚悟もできている。最初に支社に配属されたのも、社長になるなら、支社で行われていることにも精通している必要があるからだった。加藤さん、今社内メールで辞令出てるはずだから確認してみて。ピロンと通知音が鳴る。俺は加藤さんにメールの確認を促した。そのメールには田上社長の退任と会長への就任、そして俺の専務から社長への昇格、それから加藤さんの子会社出向が書かれていた。加藤さんは確かに仕事はできるのだが、部下への態度ですこぶる評判が良くない。先日女性社員を正座させていたこと以外にも、いろんなところから加藤さんへの不満が挙げられてきているのだ。加藤さんは俺に促されてメールを読むと、すべてを理解したようだった。
俺が社長見習いとして社内の調査に当たっていたことも、そんな俺をバカにする態度を取り続けていたことも、次期社長である俺の前で自分が部下を怒鳴りつけたことも、彼女はその場にへたり込んでしまったまましばらく動けないでいた。そこへ、遅れてすみませんと女性の声がした。入ってきたのは山本亜美さん。先日加藤さんに正座で叱られていた女性社員だ。彼女はうちの取引先の会社に勤めていたのだが、先月をもって退職していた。取引先の会社で営業アシスタントとして細やかな気配りや分かりやすい資料作りをしていた彼女に目をつけた田上社長が、退職するのならうちの会社に来ないかと引き抜いてきたのだった。両親を早くに亡くした山本さんは、中学を卒業して以来さまざまな仕事に携わってきた。そして飲食店に勤務していたところを前の会社の社長が引き抜き、秘書業務や受付業務、それに営業アシスタントなどと活躍していたのだが、引き抜きだったこともあり、社長の愛人なんじゃないかと噂されて、社内での風当たりは強かったんだとか。それでも気の強い彼女は負けずに業務をこなしてきていたのだが、今度は不正をでっち上げられ、さすがに嫌になって退職したのが先月というわけだった。今度も社長の引き抜きでの転職ということで、また社内で嫌な思いをするのではと不安があった山本さんだったが、そんな思いはさせないと田上社長が口説いて連れてきていた。その山本さんは今日から俺の秘書になることが決まっていた。へたり込んでいた加藤さんは山本さんをにらみつけると社長室を出て行った。よほど悔しいのだろうが、課長というポジションをいいことに部下にひどい扱いをしていたのだから左遷も仕方があるまい。本人も何も言い訳しないところを見ると、おそらく自分のやってしまったことを理解できているのだろう。俺が社長となり、父親が会長となってから数年が過ぎた。最初はどうなることかと思ってドキドキしていたが、父親や秘書の山本さん、そして大勢の社員のサポートのおかげもあって、どうにか業績も保っている。本当は業績を保つだけではなくて伸ばしていきたいものだが、まずは最初の数年業績を下げずにいられたことは、よくやったと自分を褒めても差し支えないだろう。山本さんも秘書業務を丁寧にやってくれて大助かりだ。前の会社でも社長に可愛がられていたのが理解できる気の利かせぶりで、今では山本さんなしでは出張に行くのもおぼつかない。そういえば例の加藤さんを子会社から呼び戻した。最初の頃は子会社でも評判が悪く困っていたのだが、ある時を境に少しずつ評判が良くなってきた。もともと頭脳は優秀な加藤さんのこと、どう変わったかと楽しみに思って呼び戻してみたのだったが、彼女はつきものが落ちたかのように感じが良い女性に変化していた。ずっと彼女の魅力を下げさせていた人をバカにしたような態度や上から物を言う言い方が全くなくなっていたのだ。しかもハーバード仕込みの頭脳明晰なところは健在のまま、一緒に仕事をする社員からも称賛の声は出るものの、悪い評判は全く出ないようになっていた。これならと安心して部長に昇進させる。部長に昇進させてしばらく経ったある日のことだった。昼休みに何気なく入った定食屋で加藤さんと一緒になった。社長。嫌がるかと思いきや、加藤さんの方から向かいの席を開けてくれた。加藤さん、いい仕事するようになったね。みんな助かってるよ。いえ、社長、お恥ずかしいです。私、社長にはどのように非礼を詫びたらいいのか。いや、今の加藤さんが全てなんだから何も謝る必要はないですよ。私、ずっと背伸びしてたんです。こんなの言い訳でわかってるんですけど、母親が高卒だったんです。母はフィリピン人のハーフで、
パブで働いていたところを父親と出会い結婚したんですけど、父親からずっと高卒であることをバカにされ続けてて、それを見て私、絶対母親のようにはなりたくないって思って、大学に行かないことが自分の憎むべき事柄みたいになってしまっていたんです。とにかく学歴をつけなければって思って、必死で勉強して、ハーバードに受かりました。でも、大学の中では劣等生で、それで私余計に学歴にこだわるようになってしまったんです。日本では、たとえ劣等生だったとしても、ハーバード卒業ってだけで、みんなすごい、すごいって言ってくれるのが嬉しくて。加藤さんは、俺が座ると、ポツポツと話し始めた。俺は運ばれてきた親子丼を食べながら、彼女の話を静かに聞く。社長が私を子会社に出向させてくれて、感謝してるんです。母は、私が大学を出たのをきっかけに、父と別居を始めたんですけど、その母の住まいが子会社に近くて、子会社にいる間、私は母と暮らしていました。母は、離婚はしていないけど、父と別居するようになってすっきりした顔をしていたんです。それで、これまで聞けなかったことをいろいろ聞いてみたんです。その、大学に通っていなくて後悔したことはないか、とか、学歴をつけたいとは思わないのか、って。そしたら、母は一切後悔していないって答えてくれたんです。大学に行っていなくても、母は今好きな翻訳の仕事ができているから後悔なんてないって。むしろ、自分が高卒であることをバカにする父親と結婚してしまったことを後悔してるって言ったんです。加藤さんは手元のカツ丼が冷めるのも構わず話し続けた。私、岩田社長のこと、本当は少し羨ましかったのかもしれません。私は母がバカにされているのを見て、学歴にとらわれすぎていました。必死で必死で勉強して大学に受かって、やっと受かった大学では勉強についていけなくて辛い思いをしていたのに、それでもハーバードという名前に縛られて辞められなくて、やっとのことで卒業しました。それなのに岩田社長は、すごく優秀なのに大学も行かないで、しかも仕事が落ち着いたら通信で大学に行こうかな、なんておっしゃっていて、すごく余裕があるように見えたんです。理解できないというか、悔しくて羨ましくて。それで、私あんな失礼な態度を取り続けてしまったんです。今思えば意味がわからなくて理不尽なんですけど、あの頃の未熟だった私は、自分を保つのに必死で、学歴が全てで、その考えに合わない岩田社長のことが理解できなかったんです。本当に申し訳ありませんでした。顔を上げなさい。加藤さんは泣いていた。加藤さんにそんなトラウマみたいなものがあったなんて知らなかったな。ずっと日の当たるエリート街道を歩いてきたものだと思っていたよ。気がつくと俺も食事そっちのけで加藤さんの話を聞いていた。人は見かけによらないものなんだな。そう思うと同時に学歴に縛られていた加藤さんをかわいそうにも感じるのだった。人が変わったようになった加藤さんは、会社のためにコツコツと実績を積み上げてくれて、後輩や部下のことも丁寧に育ててくれている。そんな加藤さんの成果を認めて、部長からさらに専務へと抜擢。今では社長の俺にとってなくてはならない人材だ。もちろん、山本さんにも秘書としてバリバリ働いてもらっている。こちらもよく気がつくし仕事は丁寧だし、俺は頼り切ってしまっている。今では加藤さんと山本さん、時々仕事の方針をめぐって揉めることもあるようだが、基本的にはいい関係を保ってくれている。加藤さんとのランチで本音は食事中の方が出やすいのだと知った俺は、加藤さんはもちろんのこと、山本さんとも積極的に食事に行くようにしている。会長になった父親からは、お前よくモテてるな、なんてからかわれもするが、そういうことじゃない。あくまで部下の本音を聞き出して、仕事を円滑に回すためだ。そういえば、
俺が本社に異動になった頃から父親と母親もよく食事をするようになったようだ。母親は最初、何を今更なんて文句も言っていたが、父親がずっと俺たちのことを考えていてくれたことが分かり、それに俺が社長に就任したことで母親も何かが満たされたのだろう。最近ではまたあの人と結婚してもいいかもねなんて言い始めている。そして俺自身はこの春から通信で大学に行くことにしたんだ。社長業にも少し慣れ、自分の足りないところがはっきりしてきた今、大学はすごく実りあるものになると思う。それを聞いた山本さんも、通信制の高校に通ってもいいかと聞いてきた。答えはもちろん OK である。学ぶのに年齢なんて関係ない。その人の人生の中で、今が学ぶ時だという時期がきっとやってくるんだ。俺と山本さんは今がその時期なんだと思う。加藤さんもまた大学行かない？と冗談で誘ってみたら、最終学歴がハーバードじゃなくなってしまうのでやめておきます。と断られてしまった。だが、もし学びたい気持ちがあるのなら、科目履修生でもいいから、また大学に行けばいいと思うんだ。俺たちは何歳からだって学び直せる。必要な時に教育を受けることができる。そんな思いを新たにしながら、俺はもうすぐ大学1年生の春を迎える。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。